ハロー YouTube! 下根塚さんのニュースの猫側にゃ今日もレッドオブカヤニュースをおこりいたします奥さん来ましたよあ、僕ですかみのりかわのりよし、みのもんたの中で話題に思いっきりテレビ今日はですねついにその時が来てしまったようだな過去2万回目のそして、二の腕太さんが作ろうとしているやばいものの話していきたいと思いますつ ということでね、やっていきましょう。世界が目覚めし時、人々の前に全ての真実が公開されると言われている、伝説のお笑い番組、ゴッツええ感じは間違えた。世界金丸放送のお話でございます。まあ、当チャンネルではね、あの、以前からで、2万回ぐらいね、金丸放送来るっつって。 ててててててなくくそのの度にオミソンの寿命命が一個ずつ削られれいってるんですけけどお前命かた今日もまた私の命、あなたに差し出したいと思います。あ明らかに命取られる前提でこいつ話してる。申し遅れました。私、緊急マルコビッチです。ズバビッチ東欧のサッカー選手風闇の国。オーストラリアでやばい放送が入ったと闇の者たちがわしゃわしゃしている憲法オーストラリアといえばもう闇の国ですから。 なぜなら、エンドゥーに取り上げられてから。あの、オーストラリアの南東部にはジャンゴフェンスっていう長距離の柵がありますけど、あれは南極へのポータルを隠すやつです。 エンドゥね、そういうことなんですよ。もうオーストラリア闇ですから。で、ね、そのオーストラリアでまさかの金丸放送が。まずこちら見ていただね、これね、コンスピレーシーセオリーって書いてあるんですよ。あれみたいな。ちょっと、ちょっと、この時点ですでに、すでに雲行きが怪しいんだが。で、このね、番組の中で、おかげのお人間がいるっつって、めっちゃやばいよ映像を出してきたんですよ。まあ、これで。エリニャーン生きてたんかいこれあれですかあの人は今じゃないんですかまあ、ああの、ちょっとね、 いじってる感あるんですよ。で、これまさか、揶揄されてれっていう。まあ、オンミソンってトーイク5万点じゃないですか。英語版聞いてみたんですよ。なんか、ちょっと、あの、闇の者たちをいじる内容なんですよね。そもそも司会者ちょっと見てほしいんですよ。こいつのね、座ってる角度なんですよ。これ、おもてなしってないですかこの座り方するやつは、いじってます。こらっつって、金丸放送いじるやつは、 そうだぞ寝ても覚冷めてもトラこの放送ね、まあ、金丸放送じゃなかったんですよ。でも、トカゲちゃんはいますって。じゃああなたは言うわけですよ。じゃあね、金丸放送、まあ、いつ来るんだとね金丸放送は来ますよ。 今でしょ今でしょはダメだよそもそも今でしょのでしょってこっちが同意してる前提でお前話してるけど、同意してねえからなってみんな思ってると思うけどね今でしょっていうか毎日がエブリで毎日が金丸放送ですから、家に帰るまでが金丸ですからそういうことなんでね、皆さん怒らないでもらっていいですかこの世界にはトカゲちゃんもいますっていうそういう おぼってる話なんですよ、このテレビ番組はね。だからこれは、世界緊急おぼかたシステム。そういうことなんですよあれちょっと待ってください。ちゃんとした話もあるんです。いや、今、アップルとツイッターがバチバチにやり合ってる話知ってますかね、あのツイッターが、ニャントラさんをね、アカウント復活させたわけですよ。この動きって、今まで左側が押さえ込んでいた、彼らが右と言っている、本当のリベラル。本当の真実が明かされるってことなんですけど、これに対して して左の者たちがめちゃくちゃ反発しててアップル社がその最先鋒だって話ななんで,でもツイッターアプリをアップルのダウンロードサイトから削除すると iPhone からツイッターがダウンロードできなくしますって今警告を受けてるらしいんですよねで、これが一応彼らが言うところの言論がおかしくなってるからってことなんですけどいやこれ逆だろとで、君たちの自分たちの正義を押し通そうとしてきてるだろうって話太志さんはつい最近めっちゃ左 左、めっちゃホリデーな人たちがいるんですけど、この、エンティファに関連するアカウントをいくつか停止させました。そして、これに対して、この、エンティファーの人たちがめっちゃ切れて、今、ふとしさんが所有しているテスラの工場を週の激するぞって警告してるらしいですよ。これめちゃくちゃやばいことなんですけど、でも、このアップルであるとか、いわゆるテック企業たちは、こういったものたちにすごい同情的な動きを見せていて、 この今回の、ふとしさんの、んくのアカウント停止は、問題であると見てるわけですよね。その結果があ、ダウンロードさせなくしてやるって言われてるわけですよ。まあ、ちなみに、この、ンんさんに関しましては、ソロピッピ大先生も、めちゃくちゃお金を出していて、何をか言わんやって話なんですよ。奴ら側が今、ふとしさん、にゃんとらさんサイドぶっ潰しに来てると。 この、アンんきふは、アメリカで、前回の大統領選挙の直前まで暴れ回っていた、アルファベット3文字のね、ELT みたいなね、朝までファーストフードみたいな、ブルブルブル,ル,ルっていう人たちがいるんですけど、この人たちと、んきふっていうのはもう、一緒ですね。アメリカの舞台なんですよね。まあ、こういった形で、で、彼らのグループっていうのはめちゃくちゃやばいんですけど、今、ふとしさんに嫌がらせしてきて。で、実は、ふとしさんは、今回のことも見越して、 勢力に喧嘩っってるってる話なぜなら、アップルを敵に回して、賞賛なんかないんです。ユーザーの半分を失うことになりますから。でもこれ、分かってて喧嘩売ったんですよ。なぜなら、現在、テスラが推し進めているスマートフォン事業。これね、ただの側だけじゃなくて、中身も作ってるって話があるわけ。で、iOS、Android に代わる第3の OS を ふとしさんが今作ろうとしてると。実際にピーホンと呼ばれるパイロットモデルがすでに出来上がっていて、これを実は売り出そうとしてるんじゃないかって話なんですよ。で、彼らはスターリンクっていうインターネット事業も持ってますし、実は第3の曲が今生まれようとしてると。ニャントラさんツイッターアカウント復活して、で、せっかく復活したのに、なんで一言も発さないんだってみんな思ってると思うんですよ。でもそれ、時じゃないってことなんですよね。そして以前から 言っているニャントラさんはこのツイッターにおいて「金丸放送」「真実」の公開を行おうとしているとその時は近いしかしそれは実はフトスさんが作る新たな曲ここで全ては発動するとその日は確実に近づいているのです、まあ、そんなフトスさんなんですけど最近自分のベッドサイドをね 公開したんですよまあこれなんですよね。まあ彼テキサスにいるんで別に銃があることは問題ないんですけどまあそこじゃなくてですねこの後ろに掲げてるアメリカ独立の絵この絵がですね実は非常に意味があるものでございますアルファベット17番目の文字の集団が一番最初にインターネットに投稿したもの何かしてますか実はこの太さんが掲げた絵だって言われてますこれ実は今回太さんは自らが17番目の文字 文字に属しているということを発表してきたってことなんです。だから今闇側の構成めちゃくちゃ激しくなってきてると。1個ね、この前ねあのハロウィンでコスプレしてたんですけどね。でまあこれなんですけどね、これねあのよくよく見るとねこの胸元をねアップにしてみるとですね。お分かりいただけただろうか。でー 褒めっとるんよって、どっちなんだいってことなんです。応援する側の身にもなってほしい。ね、これちょっとどっちなんていう。うーん、多様性。で、これ多様性なんですよ。お前らが大好きな多様性だ。いろんな姿見せてくれるふとしさん。実は今新しいとんでもないものが生まれようとしている。そしてそこで僕たちが待っている伝説のお笑い番組。 ダウンタウンのゴッツええ感じ。あ、間違ったあの、世界金丸放送が流れるとか、流れないとか。最近見ないと思ったら語る言ってたんですね、兄上。えー、え、これお兄ちゃんお兄ちゃんちょっと待って、この右の人誰だピローン名やごう。いや、お前白人の男性見たら全部直や号っというのやめてもらいける <laughs> いける <laughs> しかも何優勝してんねんって話ですよね。言うほど似てねえぞ、お前はってことなんですけど。まあ、楽しそうだよね。うん、楽しそうだし、よく拘束されないな。って思った。今日も一日お疲れ様でした。よいよお過ごしください。いや、ちょっと面白い画像を見つけたんでみんなと一緒にいじっていきたんですけど、あの、民主党支持者と自民党支持者のイメージ画像っていう、なんだそれって話なんですけど、 ありまして。まず民主党。ま、あこれ旧民主党ね。まあ、今の立民ちゃんと思ってもらっていいんですかま、あこれですで。おお、おお、いいね、いいね。イケメン、高学歴、正社員って、いや、正社員関係なくねって話なんですけど、まあ、ちょっと面白いなあと、清潔って書いてありますけどね。さすが、さすが、やっぱもう、 これぞ民主党ですね。うん。じゃあ、片屋ですよ。片屋俺たちのね、俺たちの方どうなんかなって,言って、ま、あこれです。こらっつって、こらっつって、肝をタネトウヨ無職、臭いって、もう全部悪口なんよもうこんな太った声してないだろうっ,って、それそれって。でも、むしろ僕、こっちでいいっすわ。で、ね、こっちとか面白いもんね。こうちなみに、このハチマヒのとこに、あ、そうって書いてあるそんなことあるそんなことあるえー。 えー、朝、希望を持って目覚め。昼は、懸命に働き。夜は、感謝と共に眠る。この気持ち。ってこと、あそうって書いてあるこれすっげえ アブガディルリープニツカもアブガディル人妻の手料理食べたいな明日も晴れるかな